自白してるんだろう。だとしたら間違いなく死刑だろう。本当はなんで殺したと思ってるんですか。本当のことには興味ないかな、しおりさんは。会うたびに変わる供述、弁護士が知りたいと願った本当の動機、心震える衝撃の真実とは。あなたは3度目の殺人。